今日は語源ベースのピックアップ交換の時に気をつけろっていうお話をしようかなと思います。これね、昔からすごい多いんですけど、まあ実際最近あったからこういう動画をやろうかなって思ったんですよね。まあ結論何かっていうと、語源ベースのピックアップってサイズみんな違うんですよ。もちろんなんか共通してるサイズとかはあったりするかもしんないけど、全部がそうじゃなくて、例えばギターとかベース4弦ベースっていうのはほぼ一緒なんですよね。大体この基準となるものが存在するので、例えばシングルコイルはストラトキャスターだったり、ハムバッカーはレスポールだったりで、ただちょっと EMG とかは厚みがでかかったりとか、角が結構角張ってて丸くないから、それがザグリに干渉するっていうのは確かにあったりしますけど、まあほぼほぼ入るんですよ。ギターとか4弦ベースはほぼほぼ入るんですよね。ただ一部を除く、まあ名前出してあれなんだけど、 PRS ね、PR 本家 PRS ってピックアップのザグリ浅いモデルがあったりして、それに交換、まああれ、PRS ってピックアップ交換するかって人あんまいないと思うんだけど、交換の時に要注意です。あれ、ザグリ浅いから、それで厚みがあるピックアップとか乗っけようとしたら入ったりするけど、ピックアップを下げれないとかね。だからピックアップが飛び出すぎて、ボディが飛び出すぎて、弦にぶつかるとか、ぶつかるほどではないかもしんないけど、モデルによってやっぱ厚みがあるピックアップあってするから、それが付けられないとかトラブル起こりますんで、そこは気をつけたいかなって思います。で、今回は語源ベースが趣旨なんで、その話しますけど、ですね、これ、まあ、誰が悪いのかって話になるんですよね。例えば、知りませんでしたってことで、まあ、買って持ってきて、付けれるもんだと思ってて、買って持ってきて、いや、これサイズ違うから付かないですよってことが、やっぱたびたびあるんですよね。まあこれ、まあ自分は知ってるから全然言えるんですけど、やっぱり買う人は知らなかったりして、例えばそのさっきも言ったけど、ギターとか4弦ベースは普通だから、その合うものっていうか、合うサイズっていうか、みんな共通してるから、まあほぼほぼつくんですよね。つかないことが少数派なんですけど、5弦ベースの場合はどっちかっていうとつかないことが多いと思います。で、例えばそれ知らなくて、じゃあこうしないといけません、ザグらないといけません、で元のザグリがやっぱ見えてしまいますとか、だからいわゆる元のザグリが消えた状態で新しく掘り直すってわけじゃなくて、だいわゆるこのサイズっていうか、大きさが違うから、例えば元の穴が見えちゃったりとかするんですよね。だからこれをやるんだったらおすすめしないよとか、この元のピックアップの形に合ったものから選んだ方がいいよっていう。で、ザグリも当然タダじゃないわけで、こう料金こんだけかかりますよってなったら、だったらパーツ代って、まあもちろんパーツ代よりかは安いかもしんないけど、でもその見た目かっこ悪くつくぐらいだったら、そのつくパーツで選んでつけた方がいいんじゃないですかとかって、結局まあ保留っていうか、まあ、やらないような形になることが多いんですよね。だけど、これってね、メーカーとか販売側知ってるでしょって自分は結構文句言いたいとこなんですよね。まあ名前出したら角立つから、で、結構多いから、名前は言いませんけど、販売店もね、例えば商品、ピックアップの商品とかにもアクセスして、これって買うわけじゃないですか。例えばですけど、ピックアップのその商品の写真に寸法図出せばって思うんですよね。だからこれね、昔から絶対多いと思うんですよ。だから例えば問い合わせとかも含めて、買ったけどつきません、返品できませんかっていうのが、おそらく昔から多いと思うんですよね。この語源ベースのピックアップに関しては。だけど改善が全く見られなくて、多分だけど販売側も、いやそれ自己責任でしょみたいな、いやそれ知ってるでしょとか、調べなかったのみたいな感じの対応だと思うんだけど、いやでも実際今ね、こうして動画出すためにこうやっていろいろ調べたんですよね。例えばダンカンとかディマジオとか、例えばリンディフレーリンとか、あとなんだっけ、あとアギュラーとか、いろいろ調べたんですよね。このピックアップの大きさがなんか全然こんだけ違うんだよって。まあこういうのまた写真でピコピコ出しますけど、あとバルドリーニとか、そういうのも出しますけど、ですね、だこういう寸法図を最初から出しゃいいじゃんって話なのと、だその商品の写真の、だ購入、まあ、これは名前が言えないからね、なんかもう角立っちゃうから言えないけど、この商品のページを見つけて、その本体の写真が出るわけじゃないですか。その写真、例えば、何一つか二つしか写真に乗っけられないのって話で、いや、もっと乗っけられるでしょって話で、だったらそのもっと乗っけられる写真にこの寸法図とか出せばって思うんですよ。で、なおかつ、さっきの続きだけど、いろんなこうやってその寸法図を出そうかと思って探してみたら、見つけづらいです、メーカーも。だからメーカーにも文句言いたいですよね。その寸法図が分かりにくい上に、なんならその寸法図がよく分かんなくて、なんかその単語で、例えばGoogle 検索で画像で検索したら見つかったりとかして、このホームページだ、メーカーのホームページの
この、例えば商品ページ、ピックアップの商品ページ見たけど、配線図、配線図、その寸法図、どこにあるのって感じなんですよね。で、そういうメーカーもあるんですよね。いや、だからかなり親切じゃないなって思うんですよね。だから当然ながら、これからもね、きっとこれからも、こうして痛い目見る人、この寸法がわかんなくて買って取り付けられませんってことで、無駄がね、払う人、返品できればいいけど、まあ多分できないんですよね。だからそういう人がどんどん増えると思います。だからそれをね、だからこうして、まあ自分もこうやって言うけど、改善しましょうよ、マジでメーカーさんよ。メーカーさんとあと販売店も、だ販売するではネットの販売するところも、改善しましょうよ、さすがに。これは。おかしいですよ。だそれも含めて、なんでこんなことをほったらかすかなって、だから分かってるでしょって話で、それに対してはすごい憤りというか、別にこっちは他人というか、関係ないかもしんないけど、でもこうして目の前で痛い目見る人を見たんだったら、もうこの見過ごせないよねって話で、だからそういうところもね、ちょっとちゃんとやってよって思いますね。メーカーに対しても、販売店が、販売側に関しても。だからね、なんかこういうのって、なんでしょうね。許せないともまた違うし、いや、このまま、なんていう、ほったらかすとか見てみるふりっていうか、何もしないのもおかしいよねって話だし、だからこうして動画で全然言いますけど、敵に回してもいいかもしんないと思って言ってますけど、だからさすがにちょっとおかしいことはおかしいよってみんなで声上げようぜっていう、そんなお話でした。で、語源ベースをとにかくピックアップ交換するときには、いろんなサイズがあります。例えばですけど、これもどっかの動画で言ってるんですよね。で最近の動画で弾き比べ、自分の作ったベースの弾き比べ動画の途中で言ってると思うけど、例えば、4弦ベースのピックアップサイズで、5弦ベースってのがあるんですよね。例えばこのバルトリーニの4弦とか5弦のサイズがこれなんだけど、例えば、バルトリーニって、この4弦と5弦が、この大きさ共通してラインナップがあるんですよね。だそういうのがあって、例えば見た目4弦ピックアップなんだけど、実は5弦ベースピックアップですっていうのもあったりするんですよ。で、これがついてると、さらに厄介なのが、まあ厄介っていうのは知ってればいいんだけど、だからこれ4弦ベースのピックアップサイズだから、逆に5弦ベースのピックアップがほとんど入んないとかね。まあ同じく4弦ベースピックアップサイズの5弦ベースピックアップがあればハマるんだけど、そういうのが、まあ、こっちの方が少ないんじゃないかな。だから4弦ベースサイズの5弦ベースピックアップっていうのはもういろいろちょっと単語がごっちゃごちゃになるから、ちゃんと聞いてほしいんですけど、だ結構少ないから、逆に選択肢が少ない上に知らなかったらほとんど買って入らないんじゃないかなと思います。だそこ気をつけてねって話なのと、あと耳の位置。耳っていうのが、まあ、ピックアップの耳って言ってわかるかな、ビス止めしてるところね。ビス止めしてるところっていうのが、ピッチ狭かったり広かったりするんですよ。例えばこの、なんだろう、ピッチが広かったり、例えばこの狭いところに広いものをつけようとしたら当然位置が違うから入らないわけで、だ穴開け直しとか座繰り入れないといけなくて、その耳が、だつかないと耳が木材に干渉するからそこ削んないといけなくて、だけど元のじゃあ耳の穴っていうのがこの隠しきれない、いわゆる 元の状態の位置と違うから、開けてつけたはいいけど、その元の耳の位置が、なんか穴開け失敗したみたいな感じで、こう見えるっていうか仕上がっちゃうから、それ格好悪いよねって話になるから、だったら、その合うピックアップで、さっき言った通りね、合うピックアップで選んでつけた方が良くないっていう話になるんですよ。だから難しいよねって、難しいってわけじゃないんだけど、知ってて、その、なんだろう、選択肢の中から、で、しかもなんなら数少ないんで、5弦ベースピックアップって、ギターとかベース、4弦ベースと比べて少ないから、なおさら失敗できないんだけど、だけどその失敗が、音がうんぬんとかとは別に、そもそもつけれるかどうかっていうまた失敗とかがあるから、で、それがもうずっと昔からそういうのがあるんですよね。つけれませんってことで。なんでその、いわゆる音がうんぬんっていう土台にまでいけないっていう人が結構いたりするんですよ。でも、それらが分かりきってるはずなのに、メーカーは何もしないからちょっと嫌だよっていうことで、今回の動画そういう感じなんですよってお話でした。じゃあね、まあ、とにかくそれを気をつけてくださいってことと、あと、ギターもそうだけど、そうです。一応、ギターにもあるんですよ。その、なんか、はまんないってやつ。例えば、角ね。角で、ピックアップの角が、まあ、大体ははまる、大体は同じなんだけど、一部のハムバッカーとかって、角が丸くて、あれ、モデル名がわかんないんだけど、角が丸いやつで、その丸いピックアップ用にピックガードとかが掘られてると角が干渉してつかないんですよね。これなんか何回もこのブログ多分出てきてるんでちょっとモデル名わかんないけど、例えばフェンダーとかのストラトでリアガハンバッカーのやつとかにあったような気がするんだけど、ちょっと正確なモデル名はわかんないから自分で調べてほしいんだけど、
あの、ピックガードだ、リアハムとかで、あの、角が丸いやつで、丸いって言って伝わればいいけど、あの、まあ、普通じゃない形ね、だったりすると、その角が丸いやつってのを、例えば普通の、例えばダンカンなりディマジオなりの普通のピックアップに変えようと思ったら、角が当たってくっつかないとつけれないんですよね。だそこ角落とさないといけなくて、R がでかいって言うんですかね。R がでかいから、だその角を削って R を小さくしないといけないっていう、ちょっと R ってまた難しいかね。だから角が大きいか小さいかって話なんだけど、だからつかないんですよ。そういうのがあったりする、ギターでもそういうのあったりするんで、だ交換の時には気をつけて、ね、まあ、そもそもそれがまためんどくさいのが、R がでかいやつ、いわゆるその、取り付けできないっていうか、あの、R がでかい方が、あの、少数派だから、ピックアップに関しては。だからそこから、この交換しようと思ったら、ピックガードを加工しないといけないから、結構ややこしいんですよね。だそういうのをまた、やっぱ知らない人が、こう、交換のピックアップ持ってきて、これハマりませんよってことで角削ったりとか、あの、なんなら、あの、メーカーもそうなんですけど、あの、タイトすぎなの良くないよって言いたいと思います。例えばですけど、誤差ってあるんですよね。例えば、あの、ベースピックアップも、あの、横から見たら台形に近いんですよ。だから、底面がちょっとでかくて、上面がちょっとちっちゃかったりとかして、だから、あの、カタログスペックでは入りそうにだ、寸法図だけでは信用できなくて、寸法を例えば、あの、横からちゃんとノギスとかで測ったら、あの、底面がちょっと出っ張ってて、台形みたいになってて、実は入んないとか、で、メーカーもタイトな座繰りの方がかっこいいと思ってる節はあるから、あの座繰りがタイトだと、その寸法、ほぼほぼなんか余裕ないっていうピックアップが、その台形状態の関係で、底面が当たっちゃって入んないとか、あの、ピックガード乗っけたままだと入んないとか、全然ありますよ。超めんどくさいですよ。例えば、まあ結構日本製ハイエンド系ブランドに多いのが、あの、ベース、ジャズベとかのフロントピックアップとかね、あれ、ピックガードついてたらハマんなかったりする時があって、めんどくさくて、だからピックガード外して、フロントピックアップ交換しないといけないとか、だからこれ、なんだろ、サイズ間違ってないぐらい硬かったりするんですよね。4弦とかでも。だから、座繰りが、なんだろ、狭すぎるっていうかね、タイトすぎてね。だから、まあ、これぐらいはいいんじゃないって言うと、その、まあ、もちろん座繰りのタイトさっていうのも限度はあるけど、そこまで攻めなくてよくないとか、だから交換の時に超大変だよとか、あの、入ればいいけど、はまんないやつも出たりするから、ピックアップ の大きさってみんな同じじゃないから、だから大変だよっていう、現場はこういう大変な思いしてるんだよってことを、この動画でメーカーに届いてほしいなって思います。だからそこまでタイトにすると、いろいろ不都合が起こるんだよって、起きてるんだよってことを、多分メーカー知らないから、知ってほしいなって思います。じゃあそんな感じで、とにかく5弦ベースピックアップ交換するときは気をつけてねってことと、5弦ベースのピックアップを交換するときに、こういう動画に、こうやって、なんだ、たどり着いて、勉強できた人は、本当にこれから損害が起こらないでしょうから、よかったですねっていう、そういう動画にもなったかなって思います。じゃあ、そんな感じで次回も楽しみにしてください。じゃあ、ご清聴ありがとうございました。